t 1 3 5 m t 1 3 5ロケットは、東京大学宇宙航空研究所が気象庁の協力のもとに開発した観測用の単弾式固体燃料ロケットである。モータは、プリンス自動車工業、観測機器は、明星電機がそれぞれ製造した。派生型も含め1254機が打ち上げられた。S-135 ロケットという故障が用いられる。 場合もある。1961年に世界気象機構の勧告を受け、1963年から開発に着手し、プロトタイプである PT-135 を経て開発された。関係機関の要求性能に沿ったいくつかのバリエーションが存在する。ロケットゾンデと落下産を持たない MT-135 のプロトタイプ。 1964年3月27日に一機が打ち上げられた。1964年7月24日に一号機が打ち上げられ、その後、宇宙科学研究所では2000年9月19日までに73機が打ち上げられた。他に1967年3月31日から同年4月4日にかけて、アメリカのアーカスとの気象比較観測が、 ワロップス飛行施設において、日米共同で行われ、10機が打ち上げられている。1971年時点での価格は1機あたり2000万円。発煙装置を搭載している。1966年8月11日に1機が打ち上げられた。M-4S ロケットの開発において、風による飛翔経路の変化の推定と、 その修正を試験するために用いられた。1966年9月21日に1機が打ち上げられた。燃焼終了後分離されたモーターを落下山で降下させることで落下水域の安全を確保するために開発された。宇宙科学研究所では1969年から1970年にかけて5機が打ち上げられた。気象庁気象ロケット観測所において 毎週水曜日の定期観測の際に1970年7月15日から2001年3月21日まで用いられ、1119機が打ち上げられた。MT-135PT 宇宙開発事業団、種子島宇宙センターにおいて、車上上空大気のデータ取得のために採用された。基本的には、MT-135P と同型である。N アイロケットの開発機から運用機に用いられ、1972年から1982年の間に33機が打ち上げられた。講述する MT-135JA のプロトタイプである。MT-135P から水薬がポリブタジエン系コンポジット水薬に変更されている。1984年9月6日に1機が、 鹿児島宇宙空間観測所から打ち上げられた。MT-135A-1 は111秒後に最高高度 58km に到達し、112秒後にパラシュートを解散297秒後に海面に着水した。MT-135JA 型南極気象観測用ロケット中相対機国際共同観測の一環として、 南極大陸上空中相対機の内部重力波を観測することを目的とし、国立局地研究所と共同で開発された。本来はより小型で同等の性能を発揮する MT-110 ロケットを用いる予定であり、共同で新開発していたが、尾翼の設計に問題があることが、飛翔試験で発覚、所定の性能を発揮することができなかった。そのため、 残り9ヶ月という短期間で開発が可能な方法が模索されたが S-160JA や S-210JA、S-310JA、JA、のように既存の観測ロケットを南極用に改良した例がすでに存在したこともあり MT-135P をもとに南極用に改良するという方法が取られた推進剤として 対低温特性に優れたポリブタジエン系、推進剤を採用するなどの変更が行われている。1985年に行われた第26次南極観測隊において11機が打ち上げられた。JA はジャパニーズアンタークティックを意味する。ありがとうございます。